では乾杯したいと思います。一番搾り135ミリ缶ですね。では乾杯。うん、ああキンキンですね。現在の外気温がですね、はい、-5.7 度。目の前見ていただけますでしょうか。本日は雪中キャンプとなっております。はい、今回こちらあの山の方ですね、この向かい側の、過去2回もですね雪が残っている状態だったんですけど、今日はもうこの場所もしっかりとですね雪が積もって、積雪はですねだいたい10センチぐらいでしょうかね。うん、スタートがですねこの時間っていうのはですね、それまでの間何も食べてないのでお腹が空いてるんですよね。簡単なもので済ませたいと思うんですけど、おつまみ鶏しそ餃子ですね。あ、でちなみにですね、今あのアウトドアヒーターがあるんですけど、あの私の方じゃなくてよそを向いてます。でこれ何やってるかというとですね、靴ですね、まあ、設営に時間がかかったっていうのもあるんですけど、まあ、こういう靴なんですけどね、これ一応防水加工してあるんですけど、さすがにあの長時間雪の中にいたので中が少し濡れてるんですよ。おお。あのイノシシとかシカとか、うわこの辺でなんか狩りをやってるんですかね。なんかちょっと怖いですね。大丈夫かな。いただきます。シソの香りがいいですね。いいんですけど、ちょっとやっぱ寒いですね。さらに気温が下がってきましたね。-6度台に突入してしまいました。これは寒いです。ちょっとこっちにカムバックということで、はい、高いですね。で今回ですね、あのミニピーク2で来てるんですけど、これインナーテントをつけずにですね、広々とした空間になっております。ヒーターもこうやって置けるわけですよね。で背中から温めようという作戦なんですけど、じゃあインナーテントがないんでどこで寝るんだというお話になるんですが、あのですね別でですねテントを建てております。これはですね登山泊の時、ボーガツル探検隊第6回と第7回その2回使用したんですけど、ネイチャーハイクのですねスカート付きのクラウドアップ2でしたかね、はい、っていうテントになっております。あれが寝床ですね。もう中はですねちゃんとエアマットとバローバッグのシャープゼロをセッティング済みでございます。ただ今回あのまずあの忘れ物一つ目なんですけど、枕を忘れました。何でしたっけ、あとまだ忘れ物があって、こちらですよ、忘れ物、ランタンですね。いやランタンはあるんですけど、オイルですね、オイルを忘れました。やってしまいましたね。前にもあったんですけどね、一回忘れたことがあって、まあ、前の時はあの LED のライトを無理やりこう入れてやったんですけど、今日は持ってきてないですね。はい、ああちょっと早めに焚き火をした方がいいかな。ランタンがないのはちょっと寂しいですけど、しょうがないですね。この場所ですね、まあ過去2回キャンプをしてますけど、向かい側の山を正面にっていうこの向きで張った時に、日中だとですね
正面から風が吹くんですよ。で今日はしかもあの雪がですね、ここ到着してから結構降り出してですねまあただあの過去2回、いずれもですね夕方の4時を過ぎると風が止んでましたんで、今日もそうなってくれるといいなと思って、まあ、あえてですねこっちの正面を向いて張ったんですよ。その時にちょっと雪が、あ、今も少し降ってますかね、かなり雪が降ってて、この中にバンバン雪が入ってきてですね、で途中で一旦その設営をやめてちょっとテントの中にこもって待機してたんですよね。それが1時間ぐらいですかね。だからまあそういうのもあって、おう、その1時間ぐらい待機して、でそれからまた再開してですね、でその時に風が少し止み始めたんで、まあ、多分大丈夫だろうということでこっち向きであのタープも張ってですね、やってみました。とりあえず今のところは正解でしたねまあこっちの方が見晴らしもいいんでですね、山が見えるといいですもんね。まあそのテントをですね、今回はミニピーク2の中にはインナーテントをつけずにですね、寝床を別で用意してみるというのをやってみたかったんで、まあここはあの自由なんでですねそういうのテントが何張りとかって関係ないので、まあ、スペースがある限りは張れるわけですけど、ボーガツル探検隊の時に2回使った時にまあまあ風が出てたこともあったんですけど、あのスカートがついてて中に入ってると風を感じなかったりとか、前使ってた山岳用テントとかだとあの隙間風が入ってくるんで寒かったんですけどね、中にいても。まあスカート付きだとやっぱりだいぶ違うなと感じてたんで、実際まあこれぐらい寒い時に使ってみてどうかなという試したかったんで、それでまあやってみたんですけどね。-7.3 度、冷えますね杉の子テラスは。いやー冷えますね。はい、外気温がですね、-8.1 度、どこまで下がるんでしょうかですね、それでちょっとあのこちら、これ岩谷のですね、あのガス CB 缶なんですけど、いわゆるパワーガスですね。これですね、パワーゴールドって書いてますかね、こちらを持ってきております。まあこういうマイナス8度ぐらいでも問題ないはずなんで、はい、超火力ですね大丈夫ですね。はい、全然ドロップダウンしないですね。張る回路を準備します。これ早めに貼っとかないとですね、貼ってすぐは冷たいですからね。よし、お湯多めですね。前回からの引き続きということで白竹でございます。お湯割りいただきます。お、あったかい、コップがあったかい、ちょっと熱いぐらいですね。うん、
おお、そうですね、やっぱり中から温めるのがいいですね。このマグカップはあのシングルなんですよね。シングルウォールです。だからもうちょっと触ると熱いぐらいなんですけどね。まあその代わり、これだけ寒い時だったらすぐ冷えちゃうんですけどね。もともとはあの例えばこれ温める時にあの直火とかがシングルだとできるんで、それでシングルのマグカップを買ったんですけど、あんまりないんですね、直火にかけることって。だから寒い時に使うんであれば、まあ、この中があの真空になってるダブルウォールですかね、あれのマグの方がいいと思います。あ、一気にあったかくなった。よいしょ、うん、でさっきですね、ちょっと外の様子を見たんですけど、また月が出てましたね、うん、またなんか半月みたいですけどね半月から少し欠けたぐらいでしょうかね、うん、はい、今ですねご飯を温めております。現在の外気温はですね、安定のですねマイナス8度。今日の晩ご飯なんですけども、こちらですね、まずは福岡県産国産牛肉細切れですね、はい、細切れとバタコバタコ、バターコーンですね、はい、これを使ってですね、でご飯ということで、あのペッパーランチってありますよね、はい、私もたまに行きますけど、あれをやってみようかなと思ってですねこの鉄の鍋がありますから、これを使ってこの中でやるわけですね。でご飯を真ん中に添えて、周りにこの細切れのお肉を敷き詰めてですね、でご飯の上にバターコーンとあとネギですかね、それを食べてみたいなと思って今ご飯を温めておりますがですね、今あのヒーターの音が消えてると思うんですけど、ヒーターのガスがほぼほぼ今なくなりつつあります。もう完全に使い切ってしまおうと思ってそのままにしてるんですけど、ちょっと足先が寒くてですね、すいません、ちょっと失礼します春カイロを貼っております。でまだこれさっき貼ったばっかりなのでまだあったかくないんですけど、あの首と腰はですねめちゃくちゃあったかいですね今で、焚き火がですねものすごくいい感じになってます、うん、おき火になってる熱なんかが結構いい感じに今伝わってきててですね、マイナス8度といっても風もありませんので、まあちょっと足のつま先が冷たいですけどねまあまあなんとかなっております、はい。いやとにかく風がないっていうのがありがたいですね。もうこれで全然違いますから体感温度が、うん、でちょっとですねくまモンが影が薄いというか、いつもはランタンがついてるんでこう照らされてるんですけど、それがないということで、あれなんですけどね、もうちょっとこうやった方がいいでしょうか、こういうふうに角度をつけて存在感アピールですね、はい。よし、じゃあもうこれでご飯のは OK ですね。ごま油ですね。そしてご飯が先なのかな、ご飯を、あちち
ご飯ですね。これシェラカップに、そんなにうまくいくかな。よいしょ、これをこういう感じ、お肉を周りに敷き詰めます。これお肉マシマシですね。ペッパーライスですから、ペッパーをかけます。でバタコですね。刻みネギ、こうやって、タレはこれにしてみました。この焼肉のタレですね、一般的な。はい、これをかけます。お店の鉄板はものすごく熱いんで、火から下ろしてかき混ぜたらいいんですけど、これはそこまで分厚くないので、このままかき混ぜましょうかね。はい、でこれをもうこのまま 火にかけたままかき混ぜます。バタコを追加しましょうかね。全投入しましょう。全投入、これも入ってる。よし、ちょっとネギも多めに入れましょう。ペッパーランチ完成でございます。食べましょう。いただきます。いい香りがします。よいしょ、ちょっとこれを消して、うん、うん、なかなかの再現性だと思います。うん、火力が強すぎたのか、めちゃくちゃおこげができてますけどね。まあこれはこれでなんかサクサクして美味しいですね。うん、お店のとはタレが違うはずなんですけど、結構いい線いってますね。うん、うん、これはなかなかご飯が進みますね。うん、なかなかご飯のおこげが手ごわいですね。これあちちちあちち、はい、綺麗になりました。現在のようなこの気温、まあ、外気温マイナス8度のこの辺りですね、この辺りがマイナス 2.6 度、刺しものペッパーランチのですね、分厚い鉄板でもですね、火から下ろすと一気に多分冷えると思うんですよね。まあこういう温度は想定してないでしょうからね。はい、ということで食べ終わりました。いやー、なかなか美味しかったですね。まあ日中ですね、カメラであんまり撮ってませんけど、かなり私も労働をしましたので、ちょっと高カロリーなものでもいいんじゃないでしょうかね。はい、ですね、今あんまりヒーターの音してないと思うんですけど、
ついてはいるんですよね。ただあのガスが通常のガスなんで、ドロップダウンしております。消えてはないからですね、このままおとなしくしておいていただければと思うんですけど、あのそうですね、後ろに今回ヒーターを置いて、ミニピークのこの、まあ、テントの中ですね、インナーテントはつけてないので、あのピラミッド型のテントの内部をヒーターで温めて、で、それが後ろからこう暖かいのが来るわけですけど、で前面に焚き火台を置いて、温まるっていう、まあこういう感じで今回やってますけどね。ちゃんとご飯を食べた後はですね、体もなんかポカポカして、今はそんなに、さっきあのものすごく冷えたしそ餃子を食べながらですね、ビールを飲んでた時に比べたら全然あったかいですね。で、あの足に張ってるこのカイロもですね、結構効果がありまして、つま先の冷えも解消されております。今すっごく心地いい状態ですね。で、さっきも外に出てちょっと星を見たりとかしてたんですけど、なんて言うんですかね、あの今夜の寝床非常になんか寒々しく見えますね。大丈夫ですかね、あれで寝れるんでしょうか。湯たんぽしっかり準備したいと思います。あのさっきご飯を温めた時の、このお水も残してますんで、で今回ですね、ちゃんと家から、水道水、まあこれ100均のジャグなんですけどね、まあこれに入れて持ってきてます。ボイルと湯たんぽ専用ですねの水を用意してます。あの湯たんぽがあれば大丈夫だと思うんですけどね。で今日は寝る前に前回もご紹介しましたけど DJI のアクション3、これをですね寝る前に外に出してですね、セットして、星空のタイムラプスをちょっとチャレンジしようかなと思います。これバッテリーがですね、低温にもすごく強いバッテリーなんですよね。これメーカーのですねイメージ画像がこれなんですよ。氷に埋もれてるアクション3みたいな、まあそれだけ寒さに強いということを表してるんだと思うんですけどね。だから、この氷点下の中でも、で防水なんで外に出しっぱなしでタイムラプスとか、まあそれも撮れるかなっていうところですね。ちょっとそれも楽しみにしつつですね、今日は寝ようかなと思いますけどね。で鍋をきれいにしたんですけど、まあ見事なまでにきれいになってますけどね。すごいおこげがついてましたから、これ何をするかというとですね、もう一つというか、本来ですねさっきのペッパーランチはですね、日中食べる予定だったんですよ。ですが前述の通りですね、かなり時間が押してしまいまして、スタートが遅れたもんですからね、できなかったんですけど、まあ日中かなり労働したんで、まあもう一食ぐらい食べてもいいかなと思ってですね。ですね、本来予定してたディナーはですね、しゃぶしゃぶだったんですよ。豚しゃぶですね。まあしゃぶしゃぶなんで、すごく薄いお肉だからですね、こういったものになりますね。はい、超薄切りって書いてます。大丈夫でしょう、超薄切りな。はい、今日お出汁はですね、この寄せ鍋の素ですかね、これを使ってみましょうか。お出汁を入れてシェラカップに水を200入れました。これもちゃんときれいに洗っております。よいしょ。
ちょっと少ないかな。あ、これ寄せ鍋の時の量ですからね。もう200入れますか。だしもしっかりですね。ネギもあるんですよね、はい、ネギ切って入れましょうかね。クーラーボックスに入れてたわけじゃないですけど、めちゃくちゃ冷たくなってますね、ネギが。どうしようかな、これも入れときましょうか、ね、なんかこれだけでも美味しそうに見えますね。漬けだれはポン酢でいきます。もみじおろし、あとはネギを入れます。刻みネギ、よし、これでしゃぶしゃぶの準備できましたね。お肉を投入していくだけですね。いただきます。うん、もうこうですね、こう。ただこのタレがですね、美味しいんですけど、あの冷たいんですよね鍋のようにはいかないですね。うん、でも美味しい。ネギと一緒にいただいてみましょうかね。うん、味としては最高ですね。うん、これちょっとどんどんいっちゃいますさっきもお肉食べたんですけど、この薄切り肉だとだいぶ罪悪感が薄らぐというかですね、しかもポン酢ですから、うん、かなり薄らぎますね。まあまあ今日はしっかり労働しましたからね、大丈夫でしょう。はい、まあこういうですね、マイナス8度を下回るような環境下では素直に鍋の方がいいような気がしますね めちゃくちゃ美味しいんですけどね。これラスト焼酎にしましょうかね。こちら薩摩市、芋焼酎ですかね。はい、飲んだことないですけど、さあどんなお味でしょうか。ん？なんか焼き芋みたいな香りがしますね。うん、あの焼き芋の皮みたいな。ですね、よいしょ、湯たんぽ用のお湯を沸かしましょう。マックスの火力で。もう一応焚き火はですね、この薪で最後にしようと思います。でですね、これもうちょっと端っこの方に行って見えてないですね。あの薪ですね、3本ほど残ってます。念のため翌朝すごく冷え込んだりとか
した場合には朝の焚き火もしようかなと思います。でさっきまでドロップダウンしてて、おとなしかったアウトドアヒーターもですね熱を伝導させる金属が入ってるんで、出た熱がこうその金属を伝わってガス管の方に行ってですね、ガス管自体の温度を上げるような仕組みになってるんで、しばらくするとこんな感じで復活するんですよね。アウトドアヒーターは元気になりましたけど、私の方はもうだいぶ眠たくなってきましたけど、ちょうどいいかなという感じですね。はい、もう焚き火もおとなしくなりましたしね。あとはあの火が消えるまで、あ、そうですね。で、湯たんぽのお湯が沸いて焚き火の炎が消えたら寝るっていう感じですかね。おはようございます、朝を迎えました。まあ寝てる間にちょっと雪が降ったみたいでですね、ミニピークも閉じてはいたんですけど、その外に出てたものが全部雪で埋もれてしまいまして、見えますでしょうか、クマモンも白いひげが生えております。現在の外気温がですね、-3.6 度で、昨夜の最低気温はですね、こちらとなっております。21時5分-9.1 度ということで、これはまだ寝る前ですね。ここにいた時の気温ですね。で、昨夜はあれは10時半過ぎぐらいですかね、寝床のテントの方に来まして、湯たんぽのおかげでポカポカでしたけどね。あ、うん、あー、そっか、ですね、マグカップの中身が凍っております。これ最後に飲んだ水ですね、残ってたんですね。シングルだったらこういうことができるんですけどねパウダースノーといえばパウダースノーなんですけど、気温が低いもんですから固まってですね、凍ってる部分もありますね。よし、はい、OK です。じゃあコーヒーを飲みたいと思います。そうですね、朝の科学の実験のコーナーですけども、完全に凍ってますね。スプーンでトレックが持ち上がります。こういう感じで、はい、水です。これどうでしょうね、蓋したままだと、うん、凍らないですね。これ開けるで振る、あ、凍ってきた。ちょっと弱いですね、今日は。今、-3 度ぐらいだからでしょうかね。
ちょっと弱いですけど、凍っております。はい、凍りました。以上でございます。はい、そうですね、確かに今ヒーターつけてないですけど、まあそこまで寒くないというか、この後ですね、危惧されるのがですね、風なんですよ。前回前々回も朝、今ですね少しだけ超微風ですけどね、向こうからスーッとこう冷たい風を感じてますけど、これが風が強くなったりするとですね、もうここにはいられなくなりますから今のうちにですね、この場所で景色を見ながらゆったりとしたコーヒーを飲みたいと思います。言わずもがなでございます。これ、ね、10個入りかなんか買ってるんでしばらくはこれです。あ、でも結構なペースで飲んでますもんね。私お酒はですね、こういう焼酎ですね、あんまり家では飲まないんですよ。例えばビールにしても、ここ最近居酒屋さんとかに行く機会が減ってしまったのもあって、特に焼き鳥屋さんではですね、ジョッキでビールを何杯か飲むんですけど、家だとですね、まあ飲んでも350を一缶、ここ最近小さい缶にしてるのは、まあ寒いのでそんなにビール飲めないだろうっていうのもあるんですけど、まあそんなにビールが入らなくなってるというかですね、家で例えばたまに晩酌するときには135とか250ぐらいがまあちょうどいいというかですね、まあご飯食べてちょっと飲んでもうほろ酔いぐらいで結構満足なもんですからね。なんでしょうね、こう居酒屋さんとか、まあ例えばキャンプでもそうですけど、グループキャンプとかコラボキャンプの時はその場の雰囲気とかもありましてですね、飲みたくなる感じになるんですけどね、一人だと、そこまで私の場合はですね、平日はほとんど飲んでないですし、飲んでも週末そのビール、まあ、多くて一缶、350を一缶っていう感じですかね。だから焼酎とかはキャンプでこれも一口しか飲んでないですけど、もうこのまま次のキャンプに持ち越すことが多いですね。開けました。で、昨夜ですね、アクション3、まあ、これですね、タイムラプス外に放置してですね、5時間、まあ見事に完走してくれてましたね、5時間。まあこれプレビューが見れるんでちらっと見たんですけど、もうあのあと雲が出てしまってほとんど星は映ってなさそうでしたね。この氷点下の中で、まあバッテリーさすがに 100% からスタートしてギリギリでしたけど、まあすごいですよね。静かな朝で、まあ朝起きた時は向こうのネイチャーハイクのテントだったんですけど、寒さに関してはエアマットとバローバッグの組み合わせで、ですね、もうバローバッグ側はですね、湯たんぽもあったっていうのもあるんですけど、完全に締め切ったらちょっとですね、若干暑いぐらいでしたね。でただエアマットから微妙に冷気を受けてましたので、もうエアマット自体も触っても冷たかったですし、あっちのテントの床を触ったらもうすぐ手がかじかむぐらい、もうキンキンに冷えてましたから。でその冷気が若干伝わってちょうどいいぐらいだったですね、バローバッグは。ただ
2時ぐらいに1回目が覚めたんですよね。うん、でそれなんで目が覚めたかっていうと、あの枕ですね。もう今回本当にあのこのランタンのオイル忘れも痛手だったですけど、あの枕忘れはですね、もう痛恨の極みでしたね。うん、枕を手に取ったのは覚えてるんですけどね、なんかどっかに置いてきちゃったんでしょうね。さあそろそろいいかな。コーヒーが待ち遠しいですね、こういう時のコーヒーは。ではいただきます。うん、それとですね、あとあの朝食なんですけど、まあ本当はあの準備してたものがあるんですが、どうもですね昨日、まあ、牛肉も豚肉も食べたからなのか分かんないですけど、ちょっとですね胃がもたれてしまっててですね、今すいません、ちょっと食欲がなくてですね、それと、ね、風邪が出てこないうちに撤収の準備もしたいなというのもありますので、朝食は抜きということで。はい、到着も遅かったですし、まあ到着というかスタートも遅かったですし、終わりも早いというのはですね、どうなんでしょうか、この雪中のもうちょっとこうですね、あの雪の様子をお届けした方がいいんでしょうかね。今回やっぱり雪中キャンプ、あ、まあまあ後で今回のですね雪中キャンプの総括をしたいと思いますけどね。はい、うん、あれかですね、もうこう雪だるま作るとかっていうちょっと気力もそんなになくてですね、それよりもなんかすごい大変だなとかですね、そっちが先に来てしまいますね。とりあえずまあテントとかタープ、まあもう一個テントありますけど、まあこの辺はですねいいとして、あ、荷物なんですよね、結構重ための荷物をいくつか持ってきてるので、それを持ちながらあの車に持っていくときにこけないようにしないといけないです。そう、今回ですねチェーンスパイクを持ってくるの忘れたっていうのも、これもちょっと痛手だったんですよね。そうですね、もうこのまま今回のキャンプの総括に入りましょうかね。はい、雪中キャンプある程度雪積もってるんじゃないかなという想定をしつつ、まあここに来たわけですけど、そうですね、想像より積もってましたね。うん、今回の忘れ物が、3つの忘れ物ですね、結構致命的というか、雰囲気要因のランタンのオイル、そして、就寝時の枕、それから雪道歩く時のチェーンスパイクですね、この3つを忘れてしまったということで、まあ、この後も、その影響でですね苦戦することになると思うんですけど、まあそれとやっぱり結構準備ですね、雪中キャンプの準備は大変ですね、こういう状態にするまでが非常に時間がかかりましたし、何回やっても慣れないですね。確かに雪中キャンプ、まあこういう滅多にないロケーションでキャンプができる、雪が積もるとですね、雪がまた音を吸収するもんですから、より一層静かになるんですよね。まあ、こういう中でコーヒーが飲めるというですね、貴重な時間を過ごせるというのはですね、非常にありがたいかなと思うんですが、まあ、個人的にはですね、雪中キャンプはそうですね、あってもワンシーズン1回でいいかなという、これ正直な感想ですね。もういいですね。はい、もう十分楽しみました。
もうまあ満足です。はい、よし。じゃあちょっと早いんですけど、うん、早いと言ってもまあどっちみち多分すごく時間がかかると思うんで、まあ、撤収作業しながらちょっとゆっくりしてみたいな感じで、過ごしたいと思います。ただいまの外気温がですね、マイナス 0.2 度ですね。まあ太陽の日差しはないものの、気温も上がってきてですね、ほんの少しだけ雪がパラついているような状態ですね。で、中にあった荷物もある程度、まあまだ少し残ってますけどね、撤収のめどがついたので収録を再開しておりますけど、こちら、はい、4年前も作りましたけど、はい、雪だるま。まあ、さっきはですね、もう雪だるまを作る余裕がないとか言ってましたけど、ある程度撤収のめどが立ったので作ってみました。手がつきましたからね、バージョンアップしております。はい、それと、これですね、トレックの1400に突っ込んだスプーン、まだまだ凍っております。氷点下のですね、雪中キャンプならではのこのオブジェなんですけどね、まあそれを紹介するためだけにこう回してるわけじゃないんですけど、さっきですね、またちょっとこんにちはって言って声かけられたんですよね。あ、地主さんかなと思って見たら、地元の方で、ここでキャンプしとるんって言われて、はいって、昨日びっくりしたやろって言われたんですよ。2発の銃声。その地元の方が犬を連れてですね、イノシシを追ってたみたいなんですよ。やっぱりこの辺は結構イノシシと、あと鹿ですね、が結構出るみたいですね、うん、まあこの辺も自然豊かということで、まあちょっとここに来る際には気をつけたいと思うんですけど、あ、今ですね、まあ撤収のめどがついたんで、最後のコーヒーいただいてからもう一気に撤収取り掛かろうかなと思っております、ね、ちょっと雪が降ってきて、まあでも良かったですね。今9時10時前ですけど、前回前々回はこの時間にはもう風が結構吹いてたんですけど、今日は良かったです、本当に、うん、風が、ね、弱くて、あとはその地元のおじさんが言われてたのが、そこを降りるときに滑るから気をつけてねって言われましたからね。チェーンは巻いてますけど、やっぱ前輪駆動で前にしか巻いてないんで、こうブレーキの踏み方によってはこう後ろ振られますからね、じわーっと降りていくような感じにしないと、まあ、それがちょっと怖いですよね。やっぱ雪中は四駆の車とかだったら、まあ、スタッドレス履いて結構いろんなとこ行けますけどね。まあでもこの雪だるまもですね、 なぜ作ろうかと思ったかっていうと、荷物を車とこっちと往復で行き来してたら結構、まあ、汗をかくほどではないんですけど、体が温まってきたんで雪をちょっと掴んでみたんですよね。そしたらなんか気持ちよくて、でそのままこう丸めていったという、あ、じゃあ雪だるまでも作ろうかなと思ってですねこのガスのキャップもありましたんで、テント2張りタープ1張り、これもまあ撤収するときはもうくるくるポンですね、ゴミ袋に。もう乾燥撤収なんかはもちろんできませんし、
雪をしっかり払ってから入れないとびしょびしょになるんですよね、帰ってから。もうその雪が溶けてですね、まあ、過去に何回もあるんですけど、まあ、今日は本当にパウダースノーなんで良かったです。それはもうさっとこう払い落とせるんでですね、うん、そうですね、なんか片付けすぎてですね、欲しいものが逆にないという状況ですけど、まあいいでしょう。ちょっとこっちに置かしてもらって、ちょっと映ってるかわかんないですけど、これかな、一番絞りの紙パックごと雪に突っ込んでたのを、あれ忘れずに回収しないとですね、あのビールはまあキンキンに冷えてるでしょうけどね。よし、じゃあコーヒーも飲み終わりましたので撤収しましょう。